皆さんこんにちは、もかにゃんです。第36回もかもかラジオ、ご視聴ありがとうございます。だらだらと気ままトークではありますが、お付き合いよろしくお願いします。ということで、今回日付アップした日付的にはどうだろう、6月1日になってるかな。今ねこれ動画ラジオの方を作っているのが、6月1日、夜中ということなんですが、実は私の誕生日ということで、今回ねもかもかラジオの方を撮って行ってます。で本当はね、私の誕生日だし、もかもかラジオを撮るつもりはなかったんですが、さっきね、ファンタシースターオンライン、ファンタシースターオンライン2を、やっていて、生放送していたんですけど、その時にね、前々から6月1日が私の誕生日っていう話をちょこちょこっと出していたので、それをちょっとね、覚えていてくれたリスナーさんが、私も生放送で、誕生日だーみたいなことを言ったんですけど、お祝いをしてくださいまして、でみんなで記念撮影しようということで、スクリーンショット、記念撮影撮ったということもあって、そちらの方をね、ちょこっと一部ではあるんですけど、ご紹介しようかなと思って、今回、もかもかラジオの方を撮っています。年齢はね、あれですよ。何回か言ったことがあるので知ってる方も多いかと思いますが、31歳になりました。20後半になってからもう年取んの嫌だとかって思ってはいたんですけど、やっぱりねこうやって皆さんにねお祝いしていただけると、やっぱり誕生日っていいなってすっごい思います。思いました。ありがとうございます。で、なんていうのかな、ファンタシースターオンライン2で、プレゼントもね、たくさんもらったりとかしたり、あとコメントで、誕生日おめでとうということでね、たくさんコメントいただいて、ありがとうございます。で、ちょっとね、これ、聞いた話なんですけど、しずくさんが、ドグマの方で、今日誕生日、もかちゃんが今日誕生日だよってちょっとね言ってくれたらしいんですよ。誰に言ったのかわかんないんですけど、ちょっとねそう言ってくれたというのもあって、プソ通の生放送を見ていないリスナーさんも今日誕生日なんだってってコメント、わざわざコメントしに来てくださってお祝いしてくださいました。ありがとうございます。しずくさんもありがとう。もうほんとねすっごいいい誕生日になりました。生放送っていうのかな、で誕生日、生放送をしながら誕生日を迎えたのってね今回が初めてなんですよ。生放送を始めたのが、実況自体はねもう2年経つんですけど、生放送はねまだ、1年経っていないですね。生放送始めたのが7月中頃からなので、中頃だったかな？もう誕生日過ぎてからなので、こう、日付をまたいで、私の誕生日になったと、なった生放送っていうのかな？っていうのがね、今回初めてなんです。もうほんとね、こんなたくさんの方にね、お祝いしていただけて、もうすっごく嬉しいです。ありがとうございます。もうね、すごいいい誕生日をね、迎えました。ほんとありがとうございます、皆さん。でね、実況自体はもう2年経ったので、相変わらずグダグダしてはいるんですけど、最近はね、ちょっと、ドグマの方も離れてしまって、違うゲームの方で、ファンタシースターオンライン2の方に移動して、そっちばっかりやっているんですけど、そ
それでもね、ドグマを見ていた頃のリスナーさんがねコメントしに来てくださったり、新しいリスナーさんがお祝いのねコメントしに来てくださったりとか、こうして集まって記念撮影撮ってくださる人がいたりとか、もうほんとね嬉しいです。もうなんだろうね、もう嬉しいっていう言葉以外に表現がなんかないかな。もうすっごい嬉しいんだけど、もっと何か表現できる言葉がないかなっていう思うぐらいね、いやーほんとニヤニヤが止まんないですほんとね、もうすっごい嬉しくてね、なんだろう、もうすごいニヤニヤが止まんないですなんかね最近まあ生放送をやっててね、結構だらだらとね雑談する回が多くて、あんまりねこうなんていうのかな、どっかクエストをやっているところが見たいとかっていう方からしたらね、ちょっとあーだらだらしてる動画だなみたいな感じで思うかもしれないんですけど、それでもね見に来てくださってる方がたくさんいらっしゃったりするので、いやーもうこんなグダグダ動画でも見てくださるのがねすごい嬉しいです。いやほんと嬉しい以外になんかないのかな、ありがとうございます。いや違う、もっともっともうね、言語能力の低さがね申し訳ないなって思う、うん、もっといい表現ができないかなってねすごく思う。まあ、今回ね、誕生日に、まあ、記念撮影として私も撮ったんですけど、その一緒に記念撮影をしてくださった方が、あのツイッターの方で、なんていうのかな、スクリーンショット、うん、画像をアップしたりとかツイートしたりとかしてたので、そちら保存をして、まあ加工前で申し訳ないとは言っていたんですけど、ちょっとねここは私誕生日主ではあるんですが、私がちょっとね加工してみました。うん、まあうまくできたかどうかってなったらね完成度は低いんですが、ちょっとね私なりに画像の方をね、編集して作ってみました。まあ自分に対しておめでとうって書くことがちょっと恥ずかしいのもあって、皆さんありがとうっていう感じで私からの目線で、編集をしてみました。ということで、まあ一部なんですけど、そちらのね画像の方をご紹介しようかと思います。まず、一つ目はですね、まあファンタシースタオンライン2のなんていうのかなエリア、うん、まあ場所でカフェがあるんですよ。で今ちょうどねカフェが、外の景色が桜、まあ、ちょっとね季節はちょっと違うんですけど、桜の景色があって、まあ、ちょうどいい景色ではあるので、そちらの方で、記念撮影してみました。で、まあ、2つ目、まあ、順番的にはねバラバラ、うん、写真を撮った順番的にはちょっとバラバラなんですけど、2枚目の方が私のマイルームですね、うん、私のマイルームで撮った集合写真です。うん、で、あの本当はねちゃんとそういうスクリーンショットを撮る家具があるんですけど、それでやろうとしたらうまいこと写真を撮れなくて、結局こう自分の、まあ、プレステ4のスクリーンショットで撮ってそれを加工したっていう感じなんですけど、いやーほんとねもっと私もっとにこやかにできないかなって思ったんですけど、表情の変え方がねよく分からなくて、こんな感じの表情になっていますが、あ、私はね、センターにいる赤い髪の毛が私のキャラとなっています。でこれが2枚目、まあ私のマイルームで撮った写真で、3枚目の方が6月ウェディングシーズンっていうのかな、うん、ジューンブライドっていう季節の、なんていうのか、イベントロビーじゃないけど、そういう季節ロビーになっていて、で、そちらのね、まあ、真ん中にね、大きいケーキがあるんですよ、ウェディングケーキが。
そちらのケーキの上に乗ってみんなで写真を撮ってみました。まあ、こちらがね、誕生日主目線の、うん、皆さんありがとうということで、まあちょっとね、コメントっていうのか、テキストの方をね入れて、画像の方を作ってみました。なかなかね、ちょっとね、なんていうの、ローアングルじゃないな、なんていうんだろう、ちょっと遠目に撮ると顔の表情とかね、なかなか見れないので、アップで撮れたらいいなと思うんですけど、なるべくね、こうケーキの方も映したいというのもあって、ちょっとねちっちゃめにはなっていますけど、こんな感じで、画像の方をね作ってみました。いやー、ほんとね、まだ一部なんですよこれ。もっともっとねたくさんあって、そちらの方もね編集をして、で予定ではその画像編集をしてブログの方で、ちょっとねちょこちょこっと、まあ、書きながら画像の方も載せていきたいなと思っているので、まあそちらの方画像編集とかねでき次第ブログの方にアップしていこうかと思うので、そちらの方もチェックしていただけたらなと思います。いやーほんとね、なんだろうね、ニヤニヤもするし、こうなんだろう、年のせい、嬉しくてね、こう自分で生放送してる時はね平気だったんですけど、画像編集をしているとなんかね嬉しくてちょっとねうるうるしてきたのがあるんですよ。年だねこれはね、うん、完全に年だと思います。なんかね、感極まってっていうのかな、うん、なんかうるうるしてました、うん、今は大丈夫だけど、画像編集しながらねちょっとうるうるしてました。ほんとね、すっごいいい誕生日になりました。ありがとうございます。ほんと皆さんありがとうございます。まあこれからも、まあなんだろうね、今実況生放送ってねやっているのが、まあプソ2とあとバイオ6かな、うん、でまあちょこちょこっと、まあこうしてラジオを撮ったりとかっていう感じなので、まだね途中のゲームがたくさんあるので、そちらの方もやらなきゃいけないなとは思うんですけど、まあ時間があった時かな、そちらは、うんうん、そうですね、まあそういうのもやっていこうかと思うので、まあダラダラした動画ではありますけど、また時間があった時に覗きに来てコメントしていただけたらなと思います。あとねもう一つね、チャンネル登録者さんが今現在497人になっています。ありがとうございます。いやほんとね、年末、去年の年末のもかもかラジオで250人突破しましたっていうお話をしたんですけど、で2017年の目標はまあそれの倍で500人突破できたらいいなっていうお話をねしたことがあるんですけど、まさかねその目標が半年で達成できそうということで、でツイッターの方にもね、ツイッターじゃないな、ブログか、ブログの方にも、ちょっとねまさかこんなに早く達成できそうになるとはっていう感じなので、追加目標として私の誕生日に500人行けたらいいなみたいな感じでね書いていたんですけど、そちらの方はねちょっと達成はできなかったんですけど、でもねあと3人というとこまで来てます。いやーこちらもね本当ありがたいです。皆さん本当ありがとうございます。いやー本当ね、まさかこんなに早く1年の目標が達成しそうになるなんて思っていないです。もう全然思ってなかったです。私の予定ではね、どれぐらいかな、11月終わり12月中頃ぐらいにかけて500人行ってホッとできたかな、やっと目標達成できたかなっていう予定だったんです。うん、
それがね、まさか半年で達成するかもしれないということで、本当ね、ありがとうございます。もう皆さんのおかげです。ありがとうございます。いや本当それありがとうございますしかね、言葉が出てこないよね。もう感謝、もう本当ね、なんだろう、大感謝、違う、もう言葉に言い表せないくらいの嬉しい気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。もうね、こんな私ではありますが、3年目突入ということで、これからも頑張って、生放送していったり、まあこうしてね編集して、動画の方をアップしていったりしようかなと思っているので、温かい目で見守っていただけたら嬉しいです。これからもよろしくお願いしますということで、今回は私の誕生日の お知らせじゃないね、なんて言ったらいいんだろう、誕生日のお祝いをしてもらいましたということと、あと、まあ、チャンネル登録者さんがもう少しで500人突破しそうですというね、今年の目標がもう少しで突破しそうですということで、ラジオの方を撮っていきました。まあまたね、ちょこっと生放送でねラジオをやってみたりとかしてみたいとも思っていますので、そちらの方も楽しみにしていただけたらなと思います。あとね、もう一つ言っておこうかな、まあ、知ってる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、あの私の、リアフレの、まあ、クラちゃん、クラシル、うん、クラちゃんが、生放送実況っていうのかな、実況を始めました。で最近ね、ずっとプソ2の生放送やっているんですけど、ほぼクラちゃんと一緒に、ボイチャでね話をしながら一緒に生放送しているっていうのが多いですよ、うん、で、まあ、バイオ6の方もクラちゃんと一緒に、やっていたりします。でクラちゃんはクラちゃんで、私と一緒にできない時はテイルズ、うん、テイルズの実況もやろうかなと思ってますっていうことなので、もしよろしければ、クラちゃんのチャンネルの方もチェックしていただけたら幸いです。よろしくお願いしますということで、まあ、今回はね、うん、20分近く話してしまいましたが、またね、時間があった時にでもラジオの方を撮っていきたいと思います。ということで、改めて皆さんどうもありがとうございます。これからも頑張ります。よろしくお願いしますということで、今回の、もかもかラジオはこの辺で終わりにしようかと思います。こちらね、うん、グルーミーの方もねちょっと変えようかとは思っています。まあ、今回はグルーミーで、MC モカニャンとお供のグルーミーがお送りしました。それでは皆さんにとって良い一日となりますように、次のモカモカラジオでお会いしましょう。バイニャーン。最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。動画説明欄に Twitter のリンクが貼ってあるので、そちらからフォローもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイニャー。